愛が照里愛が照里11月9日から1950年11月17日は日本の警察台湾総督府官僚佐世保市長佐賀県岸間郡富岡村で佐賀県市族愛が寺市中の長男として生まれる1896年7月第五高等学校を卒業1900年7月 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同月、定心省に入省し、鉄道初期となる。1902年11月、文官高等試験行政科試験に合格した。1903年3月、内務省に展示警視庁属検道庁警部となる。以後、警視庁警視、府中警察所長を務める。1905年5月、 関東州民政省に転じ、民政所刑士に就任。以後、金州市所長、関東都督府金州民政所長、同旅順民政所長、同大連民政所長などを歴任し、1912年12月に休職となる。1914年8月、台湾総督府に転じ同府事務官県臨時台湾、総督府工事部事務官に就任。以後、加よ市長長。 土木局長、台北州知事、刑務局長、警察官及び、司国官練習所長、内務局長、土木局長心得などを歴任。1924年10月2日、伊岸面本館となり退官した。か吉町長時に、か南平原の灌溉設備建設を提言し、その実施調査が行われたが、予算の点から実現しなかった。1926年6月、 佐世保市長に就任。1927年4月、東園木ぎ佐ん村、よむ村の編入を実施。同年には、市民からの要望が強かった市電の代わりに、市営自動車の運行を開始し、それに伴う既存運送業者への保障問題の解決に尽力。九百三十年六月市長を任期満了で退任。百三十四年十一月、再び、 佐世保市長に就任。市街地の拡大に伴う新町名を実施。また、1938年4月に北松浦郡、愛浦町の編入を実現した。市長を2期務めて1940年3月に退任した。ありがとうございます。